まあ一応ね、本来初ライブということでね、まあ、うちらの、バンマス工場長の、まあ、一応工場長のご挨拶が一番長い曲を事務所にやりましたんでね、皆さん堪能していただけたんじゃないかなと思いますけども、結構バックは暇でね、感想の間ね、何してようとっていつも考えてるんですけど、まあそんなわけで、でもね、よろしくお願いします。まあね、新年会、初めてやらせていただきますが、いいですね、こういうのね飲みながら、久しぶりに私は福島テレビ飲みながらやってるんで、めったに飲みられないんですけど、いいじゃないですか、ね、もっと飲んだ方がいいじゃないですか、ダンプの方がいいじゃないですか。まあそんなわけで、簡単に、メンバー紹介をしておきます。先ほど見ました工場長、赤い服を着ておりますが、61になっております。沖田沖田主席、結構今録音とかね、いろいろやろうとしてると、もう仕事が入ってきちゃって、ね、完全にもうレコーディングエンジニアになっております。オンドラムスタミちゃんです。デザブかもしれないけど、ちょっと前になんか見たのっていう顔が、出ていますけど、気のせい、なんか僕の頭の中にアミタイプというタイミングがずっと残っているんですけど、期待はしていますんで、私によろしくお願いします。オンベースタジー、最近ね、スマートウォッチになるものをちょっとやるように、今はめてないですけど、やるようになりましてね、一応いろんなのが出てきますけど、肉体年齢みたいなのが出てくるじゃないですか。あれを見たらね、実年齢と4歳しか違わなくて、部長結構ショックを受けた。4歳しか、一応下だったね、下のね、下なんだけどね、それしか若くないのか、結構ショックを受けています。来年還暦を迎えます。おめあ、もうちょっとなんか聞いたことないこと言っちゃいかん。まあそんなわけで、よろしくお願いします。楽しい時間というものはあっという間に過ぎるものであります。知らねえよ、そんなこと。最後の曲をいきたいと思います。いいよ、別に俺いつも冷たいんだよ。今年ね、柔道岩田が J1 に、無事昇格しましてね、あんたね、ちょっと浮かれて、います。というわけで、ウッドフット柔道岩田勝手に応援か。名前忘れた、なんて酔っ払いか、スコースキーポンパーThank you.